さあ引き続き徳川の将軍を暗記していきましょう。今回は4から7人目の将軍を覚えます。前回の動画で江戸時代は厳しい優しい厳しい優しい終わりと流れていくとお話しいたしました。一番最初の厳しい時代については前回お話しいたしましたね。さてこの初代、2代、3代将軍の政治がとても厳しかったため反乱が起こってしまいます。由井正雪の乱です。この乱をきっかけに江戸幕府は政治のやり方を変えていきます。それまでは武力で治める武断政治でしたが、法律や制度によって統治していく分治政治が始まります。これによって幕政が安定してきます。さあそれでは厳しい時代と厳しい時代の間で将軍を務めた4人を見ていきましょう。私は彼らをゆるふわ4人衆、ゆるふわファミリーと呼んでいます。今回はこんなキャラクターにしてみました。ゆるふわでしょ。皆さんすでに5代将軍の徳川綱吉はなんとなく聞いたことがあると思います。問題はこの3人ですよね。でもこの3人名前が家なんとか家なんとか家なんとかということでやや覚えやすいかとは思いますのでご安心くださいませ。ちなみにこのゆるふわファミリーだけでなくもう一人重要な人物も出てまいりますのでお楽しみに。それでは一人目の4代将軍から始めましょう。ではまず名前を覚えておきましょうか。3番目の徳川家光は覚えた。5番目が徳川綱吉であるということはなんか聞いたことがある。犬の人だよね。この間の4番目がちょっと覚えられないと心が折れてしまったそこのあなた、安心してください。この2人の間であるからこそ覚えられる方法があるんです。徳川家光と綱吉の間の将軍です。家光と綱吉の間です。家と綱の間です。家綱です。ということで4代将軍徳川家綱いけそうですね。もうちょっと確実に覚えたかったので私は次のようなイラストを描いて覚えました。先ほども申し上げましたが今回のこのゆるふわファミリーは綱吉以外名前が家なんとかなんです。4番目の家綱、綱を覚えるためにこのような絵を描いていました。綱ですね。彼も前の3人と同じ漫画のキャラクターを用いて暗記していたんですけれども、そこであの星の王子様という設定だったんですね。なので星がついています。社会人の方はおそらく覚える必要がないのですが学生の皆さん
テストを受ける皆さんは、星名正幸という人物を覚える必要があるかと思います。11歳で将軍になった徳川家綱を補佐した人物です。この星を思い出してください。星名正幸。あと一つ、このキャラクターは大きなランキング本を持っているキャラクターだったんですけれども、大きな本を持っています。武力ではなく法律によって統治をする文治政治を始めた将軍です。この本と関連付けて覚えてください。四代将軍徳川家綱、だんだん分かってきましたね。それでは彼が何をした人物なのか見ていきましょう。四代将軍徳川家綱、彼は善政、良い政治を行ったと言われています。優しそうな顔してるでしょ。善政を行った将軍なんです。では何を行ったか3つご紹介いたします。まず急に養子を取ることを許可します。それまでは武家の当主が突然死に瀕してしまった時に、ああ後継ぎがいない、そうだ養子をもらおうということができなかったんです。後継ぎがいなくて領地を没収されてしまい、浪人になってしまう大名が結構多かったんです。浪人の増加を防ぐためにも、徳川家綱は養子を願い出ることを許可します。これを松子養子の禁緩和と言います。また家綱は殉死を禁止します。家臣が主君を追って自殺をしてはいけないよと決めました。また大名が幕府に人質を差し出すことを廃止しました。結構現代人の感覚に近いですよね。この家綱のおかげで前回ちらっとお話しした島原の乱を最後に戦乱の世が終わります。社会の秩序が安定してきました。家綱やりますね。ちなみにこの家綱の時代に明暦の大火という江戸の大半を焼いてしまう大火事が起こりました。家綱は資金援助や復興に力を入れたそうです。さあこれから新しい時代が始まります。元禄時代です。政治が安定したことと経済が発展したことを背景に5番目の将軍の政権が成立します。それでは早速見ていきましょう。では先に大事なことをサクッと暗記してしまいましょうか。五代将軍は多分あの人だよなぁとなんとなく覚えているのではないでしょうか。そうです、徳川綱吉です。聞いたことありますね。はいはい、あれでしょ、あの犬の人でしょ。正解です。バッチリじゃないですか。今回は何も怖くありませんね。念のため確実に覚えるために私はこのようなイラストを描きました。ああこれもね、某漫画に綱吉というキャラクターがいたもので、それを用いて暗記させていただいていました。
さらに確実に覚えるために綱をつけています。そしての犬の人ということで、犬をよしよししている様子を思い浮かべてください。綱よしです。さて、この綱よしも善政、良い政治を行ったとされています。大きな特徴は人々の価値観を変えたということです。これ結構すごいんですよ。彼は武家諸法度と生類憐れみの令によって人々の価値観を変えました。二つとも聞いたことがある言葉で一安心ですね。それではどのように価値観が変えられていたのか見ていきましょう。一つ目は武家諸法度です。前にもありましたね。確か元和令と寛永令だったっけ。今回は天和令と言います。社会人の方は覚える必要はないと思いますが、テスト対策で覚えておきたいという学生の皆さんは天然と関連付けて覚えると楽だと思います。このイラスト天然そうでしょ。天然、天然、天然、天内、天内、天なれいです。さあ、内容が大事です。この天な例で武士の価値観が変えられていきます。それまで武士は文武九馬の道を大事にしていました。武芸の鍛錬や戦闘能力が大事だったんです。しかしこれからは文武中興に励めと改められます。主君に対する忠誠心や父祖に対する孝行、礼儀による秩序が大事であると改められるんです。ざっくり言うと、喧嘩が強いやつより礼儀正しいやつの方がいいというイメージです。戦国時代の武士と江戸時代の武士はタイプが全然違うんですね。さらに幕府は儒教を用いて人々の価値観を変えていきます。儒教は上下関係が大事である、目上の者を敬いましょうという教えです。幕府の体制を維持するのに役立ちました。綱吉はこの儒教を重視していたので、湯島聖堂を建てて聖堂学問所を設けます。幕府を敬いましょうという風潮を作りました。さて、もう一つの法令がありましたね。お待たせいたしました。生類憐れみの令です。出た、犬のやつでしょ。その通りです。犬を大事にしなさいっていうやつでしょ。その通りです。でも実はこれ、犬だけを守る法令ではないんですよ。人間も守ります。今となっては当たり前の感覚ですが、子供を捨てることや病人を捨てることを禁止しました。また犬だけでなく、牛や馬などの動物を虐待することを禁止しました。中でも特に犬を特別扱いしたので、綱吉は犬公方、犬将軍やーいなんて言われてしまったんですね。人々が迷惑を被ったのも事実ではあるのですが、このおかげで野良犬が横行する殺伐とした状況は消えたんです。この結果、犬を食べることがなくなり現在に至ります。また別の法令で死や血を嫌う風潮が作り出されました。こうして武力で相手を殺傷することで上昇していこうという価値観は否定され、武力よりも身分格式や
儀礼の知識、事務能力の高さが重要であるという価値観に切り替わっていきます。だんだん現代風になってきましたね。最後に軽く2つだけ。綱吉は適した人物を新しい役職に任命したり、礼儀を大事にすることから朝廷との協調関係も築いていきました。武断政治の時に比べると結構優しい政策ですよね。よし、家綱、綱吉ね、オッケー。あと二人もいるんだっけ。正直6番目と7番目の将軍なんて聞いたことないっちゅうか、まあそのね、記憶にないんだけど。というそこのあなた、いやこれは仕方ないですよ。なぜなら6代将軍は在職わずか3年で死去されてしまい、7代将軍はなんと3歳で将軍になり、8歳で亡くなってしまったんです。他の将軍に比べてあまり名前を聞かないのは仕方ないことなんですね。ということで、社会人の方は一生懸命覚えなくてもいいとは思うんですが、この2人テストに出ることは多いんですよ。でも安心してください、学生の皆さんは私と一緒にサクッと覚えてしまいましょう。大丈夫、一瞬でいけます。今回のゆるふわファミリー、綱吉以外は家なんとかって言ってたよな。この四角の部分を覚えたいんですよね。綱吉は覚えた。8代目の将軍が確か徳川吉宗だっけ。暴れん坊将軍で有名な吉宗ね。5番目と8番目はわかるのに、この間が覚えられないんだよな。日本史は諦めよう。というあなたも大丈夫。有名人の間にいることを利用しちゃいましょう。こんな物語をイメージしてください。未来への扉を開けて、将軍のバトンを引き継ぐんだ。未来への扉を開けて、将軍のバトンを引き継ぐんだ。さあ、ドアノブを回してバトンを引き継ごう。ドアノブを回して引き継ごう。ドアノブ引き継ぐ。ノブ継ぐ。ノブ継ぐ。家信と家継です。ほらいけるわ。今の何回か見ればもう余裕だぜ。はぁ、あ、ん、ちょっと待てよ。この二人が将軍だった間、誰かが政治を行ってたってはずだよな。いないのか。じゃあしょうがねえ、俺がやるしかねえな。お、いい読みですね。家信、家継は聞いたことなくても、この人の名前は聞いたことがあるのではないでしょうか。荒井白石。聞いたことないんだけど。え？さて、6代の家信。3年は将軍だったので、何もしていなかったわけではありません。家信が行った大事なことは2つあります。まず、生類憐れみの令を廃止します。続いて、先ほどちらっと出た蕎麦用人の柳沢義安を辞めさせて、荒井白石を大事な役職に任命します。この荒井白石としばらく一緒に政治を行うのですが、途中で家信が亡くなってしまいます。7代目の家継は当時3歳だったので、幕府の政治はこの荒井白石らに依存することになりました。さて、最後の暗記タイムです。
今回は白石というキャラクターと関連付けておりまして、彼にお皿を洗わせております。新井白石です。二人の将軍の代わりに家事をこなしているイメージです。あれ、大事な人もう一人いなかったっけ？と気づいた方はよく勉強してらっしゃいますね。実は新井白石ともう一人、真鍋明房という人も大事な役職に任命されたんです。新井白石は次公といって将軍に公理をする役職で、真鍋明房が蕎麦用人でした。この真鍋明房も合わせて覚えたいという学生の皆さんは、鍋を洗っているところをイメージしてください。はい、鍋ということで、真鍋明房と私は合わせて覚えていました。彼らは聖徳の政治と呼ばれる政治を行おうとします。見てください、このキリッとした顔。正しくて徳が高そうでしょ。新井白石は聖徳の政治を主導していきます。さあ最後です。新井白石らが行ったことをサクサクっと見ていきましょう。有名なのはお金関連の制作です。モチーフにしたキャラクターが大阪の人だったので、儲かりまっかなんて言わせて暗記していました。まず新井白石は聖徳金銀という貨幣を鋳造させます。一つ前の元禄小判は金の含有率が低かったのですが、江戸初期の慶長小判と同じ質と量に戻しました。お金の価値を元に戻して物価の上昇を抑えようとしました。また海外に金銀が流出することを防ぐための法令を出します。開箔御師神令という法令です。他にもこれまでは朝鮮への待遇が低調すぎたので簡素にしましょうと決めたり、将軍の称号を改めさせて日本の将軍はすごいんだぞと地位を明確にしました。新井白石さんやりますね。さあ最後の最後です。新井白石は将軍の地位を高めるために官員の土産を作りました。これちょっとわかりにくくって、学生時代に力ずくで暗記した悲しい過去があるんですけれども、ざっくり言うと、それまで朝廷には三家、三ファミリーしかなかったんですね。で、三ファミリーだと少ないそうなんですよ。一度天皇の後継ぎがいなくなり大変なことになったんですって。そこで新井白石が4つ目のファミリーを幕府が作ってあげますよ、幕府のお金でと言って作ったのが官員の宮家でした。将軍の地位を高めようとしたんですね。新井白石やりますね。さて、いかがでしたでしょうか。将軍たちや彼らを支えた側近たちがいろいろな政策を行ってきました。しかし、比較的豊かだった財政はどんどん悪化していってしまいます。明暦の大火や富士山の噴火による大被害を受けたり、物価が上がって人々の生活が苦しくなりました。また新井白石が物価の上昇を抑えようとしていましたが、かえって混乱が起こってしまいました。財政が大きく傾き、幕府の体制が動揺していきます。
そんな中で八代将軍の時代が始まります。江戸幕府がどうなっていくかは次の動画でお話ししましょう。今回の授業はここで終わりです。最後までご覧いただきありがとうございました。